お昼を回りました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿山忠史です。アッコのいい加減2000回、日本放送の制作でお送りしています。クイズ和田オネア、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はお名前と住所とそして電話番号を忘れなく、ラジコで聞いている方はぜひラジコで聞いていますと一言書いておいてください。お願いします。受付電話番号は東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、そしてメールアドレスは小文字で akko@1242.com、akko@1242.com でお待ちしております。はい、葛飾区の小太郎さん、45歳の方ですが、はい、我が家も錦織選手の決勝戦を見るためだけに、はあ、慌ててワウワウに加入しました。へえ、解除しようかなと思ったんですが、はい、アッコさんの騎士団万博をワウワウでやるって聞いたので、はいはい、そのままにしておきます。あ、ありがとうございます、はい、あれでもね、ワウワウって、ま、結果錦織くんの NHK 総合でもずっとやってたんですよ。次の日ね、そうです、録画でね、はいはい、やってたんですけど、ワウワウってね、ボクシングの中継があったり、はい、ライブの中継があったり、私は洋画が大好きで、はい、映画が多いんですよ、はい、私見るのは、だから意外にワウワウとスカッパーは私は重宝してますけれども、でもまあでも2000いくらかな、2000いくらで見放題ですから、はい、もう少し私のオンエアまで、はい、そうですよね、今月と、来月3ヶ月、申し訳ございませんが、いや、いいんじゃないですか、だってね、うん、その間ずっといろいろ見て気に入ったらね、はい、継続していただいて、はいはい、他のテニスよくやってますよ、本当、その錦織君に限らず。で、今後もまた錦織選手が、はい、こういう形で活躍する可能性十分にあるわけですから、うんうん、まあ、生でっていうのがね、うん、まあ、ゆっくり、まあ、結果論で言うなら NHK がやったりとか、他局でもね、ハイライトシーンはやりますけどね、この間 NHK がずっとやってたんで、あれ早起きしなくてよかったんだいやいや、ああいうのはやっぱ絶対生がいいですよ。なんかでも面白いのは、なぜ NHK でやらないんだっていう苦情の電話を NHK にやっぱした人もいっぱいいたらしくて、うん、ただそれはでもね、うん、権利関係の問題ですからね。そういうのがあったり、そうね、権利とかあるだろうね。それはもうワウワウが頑張って権利を持ってる。昨日のこれから世の中変わっていくよ。昨日のニュース、ここのとこほら、さっきから言ってるように歌の仕事とかね、うん、であって、じゃあ昨日ラジオやったり、じゃあ朝学校でお任せ6時に起きてるからとかっていう関係ないじゃない、はい、お客様は何を楽しみにしようと、和田子がどういう歌を歌ってビッグママがってのあるから頑張んなきゃいけないなって。ほんで自分ではしっかりしてるつもりが結構酔って帰ってきてんだけど、でニュースよく見るようになって、そしたらもう昨日なんて、その F1 のね、はい、F1 の フォーミュラー E っていうやつなんか知らなかった。ガソリンじゃなくてバッテリーで走るんだよ。あれそうなんでしたっけ。そう、これからそれがだから練習も、だからその練習場作んなくても市街地でできたり、今度なんか北京か上海かどっかでレースがあるんだけど、ただ普通のそのああいうフォーミュラーとかなんとか330キロ出るのに、今のそのバッテリーで走るのは200何キロか、やっぱスピードがちょっと落ちるんですね。もう騒音が、例えばそういうのってスーカーサーキットとか日本だと爆音ですよ、ワンとかっていう感じなんですよ、ブーンっていう感じなんです。静かなんですね。それでなんか普通はピットインするともう燃料入れ替えたりいろいろもうみんな大変じゃない、はい、そうすると車乗り換えの今回は、あ、そうなんですか。やっぱりバッテリーが45分ぐらい持つけど持たなくなって、ね、部品を変えるとか何かタイヤを変えるじゃなくて、なくて本体そのものを変える。そう、それでみんな同じバッテリーなの。要するになんていうの、形とかは違うけどバッテリーは同じ、外見は違うけど中身一緒で来たから、電気のところだから、これからその何、ホンダだトヨタだ日産だとかそんなんじゃなくて、これからパナソニックとか、あ、そう、家電メーカーとかが、そうよ、家電メーカーがありえるで。はあ、変わりますね。いやだから、こんな時まで私今の、うん、の知ってるから、わあ、そういうフォーミュラーいいっていうのがなん
されてんだけど、記者が 1,2,3,4,5 といるとするじゃん。1の人にはすごい答えてたんだけど、2と3の人が1と同じ質問してるわけ。それに対して、あのそれも答えなきゃダメですか、わかりますよね、それは答えを控えさせていただきますってあったのに、放送したのはその2から放送しちゃったわけ。そうすると知らない人は何もコメントしてない。なるほど。そう、答えなきゃいけないですかって拒否してるみたいな。はいはい。だから今そこを明らかに見てる人には作為的に何か印象を与えることになりますよね。そうそうそう、それもあるし、ご本人にも迷惑でとかっていう、そっちの、ああいうことで、うわこういうことも、じゃあもう一回その VTR を見てみましょう、記者会見の内容をって、それ出して検証して、すごいことやってんなって、で昨日それを見ながら、もちろん飲んでないけど、それを見ながら、へえ、私このままこういうふうに賢くなったら我が子なくなってしまう、どうしよう、その前もちょっと危機感感じて、せなあかんと思って、ああじゃあ日本文学とかね、海外の文学全集の漫画でできてるのあんのよ、それを読もうって、で罪と罰とか難しいな、罪な取った方があれなのか、殺した方が赤と黒難しいな、仮拘束、うわあかんな、人間失格、あかんあかんあかん、強く生きな、あかんあかん、薬の対応あかんで、特に今はあかん